ミッションコンプリート。はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。今日はこちらですね。仮面ライダーエグゼイドの変身ゲームデラックス。ガシャットギアギャールベータです。はい、ということでブレイブとスナイプがレベル15にそれぞれ変身するためのガシャットギアデュアルベータが出ましたね。はい。じゃあ早速開けていきましょう。はい。よいしょ。よいしょ。はい、ということでこちらがガシャットギアデュアルベータですね。はい、こちら側がタドルファンタジーで、こちら側がバンバンシミュレーションですね。はい、だからこれは2つのゲームが1つになってるんで、うん、2人同時に編集はできないですね、これね。そうだね、うん、ちょっと不便なガシャットですね、うん、分裂しない限りね。そうだね、ガシャットギアデュアルとほぼほぼ一緒だね、うん、色違いってだけかな。そうだね、うん、そうですね。では下にスイッチがありますのでスイッチ入れてください。ちなみに単4電池2本で動きますね。はい、お願いします。おお、ちゃんとベータって言った、うんうん、ボタン押してみましょうか。はい、はい、お願いします。ゲームスタート。ああ、同じで、ファイト、ファイト、同じ。そしてゲームクリア。では早速タドルファンタジーに変身させてみましょう。はい、じゃあ右へ。はい、タドルファンタジー。そしてここにセットだ。いきます。はい、さらにレバーを開く。おお、かっこいいね、うん、結構ゆっくりな感じですね、うん、これで仮面ライダーブレイブのファンタジーゲーマーレベル15、そうだね、うん、になるわけですね。はい、はい、必殺技をこのまま決めるんだよね、はい、一回閉じて開く。決め技、タドルクリチャースラッシュ。あ、スラッシュ。魔法使ってるね。そうだね、そんな感じでね、うん、魔王だもんねこれね、うん、それでこのガシャットギアデュアルは単体でも変身できるみたいなので、それやってみましょうか。はい、はい、タドルファンタジー。はい、タドルファンタジー。こっちだね。うん、じゃあいくよ。はい、音違う、うん、これはあれだ、魔王出てきた時の音なのかな。そうだね、違うね、うん、はあ、じゃあ次は単体で必殺技いきましょう、はい、まずダイヤルを戻して、でタドルファンタジーにすると、でここにセットすると、おー、うん、じゃあ今度はバンバンシミュレーションズやってみましょうか。はい、バンバンシミュレーションズ。いきます。お、面白いね、これ初めて聞いた、うん、テレビでもまだやってないから、うん、完全に初めて聞いたね。発進、必殺技、ミッションコンプリートって言った、うん、じゃあ単体でやってみましょう。はい、バンバンシミュレーションズ。I'm ready. Your battleship. You all up. Enemy incoming. Down there. バンバンシミュレーション。
ガチで外国人の方が喋ってっから発音が良すぎて何て言ってるか分かんないけど、うん、Enemy is coming! Shut down there! バンバンシミュレーションズって言ってるみたい、うん、ガチな映画でしたね。はい、じゃあ今度は必殺技お願いします。はい、一旦戻して。そこ溜めなくていいでしょ。はい、逆か。じゃあ今回も変身対決やっていきましょう。はい、変身くんが今回はタドルファンタジー。タドルファンタジーにする。じゃあパパがバンバンシミュレーションかな。うん。はい。じゃあお願いします。はい。タドルファンタジマントが現れた。はい。いいね。うん、タドルファンタジーだからね。うん。でも申し訳ない、これ完全にハロウィンだね。ハロウィンだね。このマント。うん。ドラキュアの。そうだね。でもいい感じですね。うん、やっぱね、タドルファンタジーマントブーンってやった方がかっこいいよね。じゃあ今度はパパいきます。お前のガシャットはすべていただく。でもこんな感じだよね、うん、手ごっついもんね、うん、ね、バンバンシミュレーションで、ね、戦艦がついちゃう。戦艦がついてるからね、すごい、未だかつてないライダーが次の回出そうだから楽しみだね、うん、はい、ということで、今日のですね変身対決、どちらが良かったでしょうか。またかっこいい方をこちらの方にアンケートをご用意してますので、ジン君がかっこよかったのか、パパがかっこよかったのか、アンケートを答えていただけると嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイド変身ゲームデラックスガシャットギアデュアルベータでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方で、良かったね登録コメントいただけると大変嬉しいですね。うん、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。